ケンカ後でいい明かりを手に入れたじゃん。手に入れた系女子になりけりって感じだったじゃんか。おん、マジ手に入れっちな俺っちらだったよね。マジわかりんぐ。つまりそれ、この、暗い道を探索できるカンマシマシ梅雨一等賞ってことわかる？ねえわかる？超わかりみピーポーなんですけど。はい。なんだったんだよ今のノリ。どうも、もっくりもふもふもっこもこ、よう思うと。ねっとりねちょねちょねっぱねば、ループです。みんなの心にそれぞれのバナナ、マリサだぜ。本日もデブリやっていくわけですが、まずここに来た経緯とかそのあたりの説明を。全パートで訪れた星空壁エリアで明かりを手に入れたので、ずっと探索してなかった暗闇エリアを探索できるようになったよ、という感じです。はい。ほうほう、兄ちゃん今なんて言った？聞いてなかったの？っていうかなんでキレてんの？そういう年頃なのよ私。それなら仕方ないか。納得すんなや。何回どうできそうなとこを見つけました。ほう、ここに繋がっていましたか。探索し直したかった場所なのでちょうど良かったです。へえ、そうなんだ。ループさんもう少し興味を持とうか。私一色がザリガニとコップなんですよ。狂気を持てとは言っていない。休みの日には、チワワの散歩。あれ、意外とまともか。お邪魔するために公園に行くのが楽しみなんですよ。やんでんだろあんた。なんだチワワの散歩を邪魔する休日って。知らねえ。適当すぎかこいつ。羊毛さん。あなたにどうしても言っておかなくてはならないことがあるの。急にどうしたんですか？もしかしたらあなたにとっては何の価値もないことかもしれない。けど、死ぬ前にどうしても伝えておきたいの。ループさん。あなた、わかりました。おっしゃってください。あなたが私に託したいというその思い、言葉を。本当に？じゃあ言うね。おせちんこ。すね。わお、何ですかこれ、サムネですか？でも確か前のパートもモノクロサムネだったよな。似たようなサムネ多いから伸びないんじゃないかって二人ぐらいから言われてんだから注意しろよな。あんま言いたくなかったけどあえて言わせてほしい。段階した方がいいよマジで。ループさんなりに気にしてらしたんですね。まあそれで最近は文字の形とか頑張り出したとこはあるよ。せっかくいただいたアドバイスだしね。っていうか予想してなかったようなとこにワープしたね。本当ですね。面白そうなので探索。ほう、これは夢日記好きにはたまらない要素ですよ農場さん。羊毛です。ループさんそろそろ名前覚えてくださいマジで。リピートアフターミー。よ、う、も、う。よ、う、も、う。いいですねー。グッドグッド。じゃあ次はスピードを上げていってみましょう。羊毛、はいどうぞ。インコー。ん、クック、インコーではないかなループちゃん。もう一度言ってみようか。羊毛、はいどうぞ。インモ。謎の発音でインモっていうのやめてくれるかなループちゃん。ごめんなさい。おふざけはこの辺にして、やっぱり病院っぽいですねここ。この手のゲームって題材が重かったりするからもう助からない方が集まる病棟なのではないかとか思ってしてなんじゃこれー。芸人かおまけの反応をしてくれる羊毛さんさすが、この絵は薬物中毒者の姿を表したものではないかと専門家は考えてるんではないかと私は思ってるんではないだろうか。要するに何もわかってないってことっすね。なぜそのことに気づいた？ループさんってバカなんですか？バカじゃないよ。確かに日本史のテストで人物名すべて杉田玄白にしたことはあるけど。バカどころの話じゃねえなこいつ。一番奥の扉まで来ました。やだ何か起こりそう。大丈夫大丈夫何も起きないって。あそうだ私これが終わったら。おい寄せ早まるなバナナ。別府に住むんだ。勝手にしろ。冷てえなお前ら。中に入ると謎空間が広がっていたぜ。真ん中の丸がアイテムっぽくも見えるがどうだろうか。壁のぐるぐるを調べると謎変化が何を表してるのだろうか。Get out of here. そのトランプではないと思う。私の予想ですけど壁を調べて黒くしてから部屋を出ると元いたとこがえげつなくなるんじゃないでしょうか。ということでやってみます。おー、ホラーイベントかな。何かよからぬことが起きた後かつこれから何かよからぬことが起きそうという二層構造。夢に、派生の二段熟カレーやー。あ？すいません調子乗りました。しかしこれはどういう状況なんだ。さっきまでは普通の病院だったのに突然の変化。これは以前のパートで訪れた学校でも起こっていた。病院と学校、たくさんの生徒の死とこの変化。ここから導き出せる答えはそう？おせちんこ。過去の動画振り返ってもダントツで最低なパートだと思うわこの動画。好きなことして鍛える。全国の YouTuber に殺されろ。なんかイベントっぽい。自動的に元の姿に戻りましたね。異様な空間だな。ここに来てのホライベ、楽しませてくれるわねデブリ。もしかしてこの子すでに死んでるんじゃないだろうか。それか既得状態とか植物状態の中見てるムチュームとかな。あっこれあかんやつや。あれ？羊毛さん、羊毛さん。慣れないホライベに気絶したみたいだな。まあとりあえず羊毛は置いといて、なんだか背景の模様がどんどん迫ってきてる気がしないか。そう言われると確かに、緑のモヤみたいなのでしょ？そうそう、ほら、どんどん画面が見づらくなってゆく。よ、羊毛さん戻ってきたよ。もう大丈夫だよ。もちもち、もちやー。なんかショックすぎて別の生物になってるなこいつ。威嚇してるし。はい、終わりまーす。もち、